輪査の天津蒸し物あるいは蒸し料理は蒸気を使って加熱した料理。茹で物のように湯に水溶性の栄養素が溶け出さないこと、または炒め物のように油を必要とせず低カロリーで済むことから蒸し加熱によるヘルシー志向の温野菜調理を好む者も,もいる。正論を使った酒蒸し料理湯による湿潤な状態で加熱ができ、食材を乾燥させずに調理できる。 調理後の食材は、スープのない料理でもふっくら、しっとりに仕上がることが多い。摂氏100度以上に温度が上がらないため栄養をあまり失わず、形も崩さないため素材を活かすことのできる料理である。その一方で、調理途中に味付けができないため、あらかじめ食材に下味をつけておくか、調理後にテーブルソースをつけて食べることが多い。蒸すときは、 蒸し器の温度が十分上がり安定してから入れると良い。一般に、軽肉や魚介類など淡白な味わいのものが向き、臭みの強い肉や、悪の強い野菜類には向かない。鍋型の蒸し器と、せいを蒸すことは、不可視とも言う。蒸し器としては、せいが使われる。蒸す際にはあらかじめ鍋で水を沸騰させて、蒸し湯を作り、その鍋の上に加熱したい食材を入れたせいを置く。 湯気を絶えず充満させるため、水は常に加熱し、せいには蓋をしたままにしておく。中華まん、シューマイなどの点心はこの方法で蒸されることが多い。せいの蓋は竹焼きを編んだものであり、湯気が抜けやすく、必要以上に湯気をこもらせて、食材をびしょびしょにしてしまうことが起こりにくい特徴がある。せいがない場合は、大きめの鍋に少し水を張り、 それよりも高いごとくや茶碗などの台を置いた上に皿や網を乗せ、蓋で密閉して加熱すると蒸すことができる。この方法の方が短時間に蒸すことが可能なため、中華料理の蒸し魚や蒸しかには、こうして蒸されることも多い。取り出す際に火傷をしやすいため、トングの先を曲げたような形の取り出し器具も、中国ではよく使われている。蒸しを沸かした鍋とせいを使う方法の他に、 食材自身や酒などの液体調味料の水分を利用した方法がある。電子レンジでも器に蓋をしたり、ラップ類を貼って加熱することにより、食材の水分を使って蒸すことができる。専用の容器が見られるほか、近年はスチームオーブンなど、その機能が付与された機種も見られる。湯気を用いて加熱する調理法は別の調理法の副次的な方法として取られることが多い。 食材の中心にまで加熱することを主な目的としている。茶碗蒸し海蒸し料理まんじゅう血魚の蒸し物蒸し水、炭魚介類肉類豆腐卵主食天津の一部、スープデザート、ありがとうございます。